今日はですね僕のお仕事の話をちょっとしようかなと思っているんですよねセレクトショップのお話をしようと思っておりますと。というのもやっぱ最近ですねちょっとやっとこのセレクトショップの仕事のまあ難しさでもあり醍醐味でもあるっていうところに。 ちょっと僕もね、あのー、その醍醐味に触れつつあるというか、なんで、その今の状況というか、心境をこうシェアアップしたいなという、ただのそれだけです。でね、皆さんね、まあやっぱ、傍から見てたら、セレクトショップなんつうもんは、自分の好きなブランドをね、好きなようにやって、えー、それでいいんでしょうとうん、それを売ってきゃいいんでしょうと、まあそういうふうに見えるかもしれないですけど、まあ、 残念ながらねそんな簡単にうまくいくわけではないんですよ。うん、それでうまくいきゃいいんだけどなかなか難しいとそんな好き勝手自分の好きなブランドボン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 入れたからってねそれがじゃあ儲かるかというか儲かるというか、まあ、売れるかって言ったらまた話は別で別でですねあのー、セレクトショップをやるにあたって一番大切なことっていうのは <laughs> 編集力なんですよ。 編集力、何においても編集力。これです。つまり具体的に言うと、例えばなんですけど、まあセレクトショップなんで、どのブランドをセレクトするか、どのブランドとブランドをこう構成としてね、えー、同じ店において、上手に編集していくかっていうところ、バランスですよね。も一つなんですよ。つまり具体的なことで言うと、例えばですけど、あのー、やっぱり、 そのんですか,ねかっこいいもの美しいものってえ意外にやっぱ売れないんですよかっこいいものっていうのはつまりかっこいいものって何でかっこいいかっていうとそれはあのやっぱ価値があるわけじゃないですか価値があるってことはそれだけ何んですかねあの大衆化してないというか一般化してないものなんですよねかっこいいものって基本的にそうじゃないですか。 あの一般貸し合ってもうみんなが持ってるようなものって別にかっこよくないわけであの何、ー、ですかねそのかっこよさっていうのは「わやっぱかっこいいなすげえな」みたいなこうリスペクトの気持ちというか憧れの気持ちみたいなのもあるわけじゃないですかでそういうのが生まれるのってやっぱ希少価値みたいなところもあったりとかレアっていうところがやっぱ大事なんですよねでレアっていうのはまあ何かっていうとデザイン性とか、まあ、ブランドとか。 いろいろあるんですけどそういうのも大事ででそういうのってやっぱなかなかね実際売れるかってまあ値段も張ってく高くなってくるし売れるかっていうとバンバン売れるやそれはいいんだけどなかなかね売れないんですよそういうものってかっこいいものってえー、うわめっちゃかっこいいなってみんな思うかもしんないけどじゃあそれかっこいいからってじゃあ自分が着るかって言ったらまた話は別じゃんねそういう感じでやっぱかっこいいものってね かっこいいんだけどじゃあ売れるかって言ったらやっぱ売れないものも結構多いと意外に意外にねなかなか難しいんですよだから何が大事かって何が編集力かっていうとそういうかっこいいものでも売れるかどうかこれあんま売れねえかもないでもかっこいいなっていうものもやりつつね一方で稼ぎ頭としてえー、っとある程度 の人に受け入れられらてある程度での売り上げを立てられるようなブランドも持ってないと無理なんですよ。やっぱファッションっていうのはビジネスなんで。っていうのがね、例えばいい例で言うと、まあ、セレクトショップじゃないけどギャルソンね、ギャルソンっ皆さん知ってるでしょあのギャルソンって結構やっぱりあの川久保さんがすごいあのビデザインもそうだけどクリエーションもそうなんだけどビジネスもすごい上手なんですよ。っていうのは、 ギャルソンのね、本ちゃんのライン、皆さん見たことある人いるか分かんないですけど、まあ、見てみたら分かるんですけど、あんなもんね、完全にコスプレなんですよ。日常生活で着れるかっつったら、着れるわけはないんですよ。着れないような服ばっか作ってるんですね、本ちゃんのライン。コムデギャルソンだったり、えー、コムデギャルソン、オム、プリュスとかだと、結構ね、どっちかっていうと、この衣装みたいな感じの服が多いんですね。当然、それは見たら、あのー、うわ、すごいなと。 あそれなりのこうなんかなんて言うんですか新しい世の中に新しい価値を提供しているブランドだしそういう服を作ってるんだけどじゃ売れるかっつったらまた別の話じゃんそんな確かにいやすげえなと川久保さんこんなもん作っちまうんだすげえなって思う反面じゃあそれ買うかって言ったらいやちょっとなってなるでしょ値段もあるしってなったらやっぱ売れないんですよそっちの本ちゃんのラインってあんまり。 だから、もう一個稼ぎ頭として、あの他の LINE で稼ぐ必要があるんですよね。そこで生まれたのは、やっぱ、プレイコムデギャルソンって皆さん知ってますかプレイってね。えー、<laughs> まあ、一番、手っ取りあの、ハートのマークのさ、目ついたハートの。あれ、よく見るでしょ中国人とかめっちゃ買ってるけど。ああいうのでね、あんなもん原価なんて大したことないから、本当利益率としてはめっちゃいいんですよ。だから、ああいうので稼いどいて。 稼ぎ頭1個作っっととけばここちでで好きなことできなるじゃん自分たちで。でこれがなかったらさやっぱり苦しいわけじゃん自分たちもやっぱお金というか売り上げ立てられないとブランド続けられないわけだからそうは言ってもねビジネスだから。っていう風になるとこっちの本茶のラインで好きなことやろうとするとどうしてもそれを補填する何かこう稼いでくれるものが必要なんですよ。 でギャルソンでがセレクトショップでもそれが全く同じなんですよほぼだから自分がかっこいいなと思う、すげええー、いいブランドをやるんだったらそれをこうやって好きなことできる余裕を持たせるための何かの,あの他のそれ補填できるような売り上げを立てられるような稼ぎ頭のブランドとかをやっぱ持っとく必要があるんですよねまあ、何ですかか。ね、入り口のブランドというか 間口が広くてみたいな、えー、ある程度誰でも買える値段で買えるデザインでみたいなそういうのが必要で,でなんだけどこれもやっぱねバランスなんですよそういういわゆる一般向けの大衆向けのブランドばっか揃えたらつまんないんですよねショップってなんだここ面白いもんねえじゃんっていうショップになっちゃうんですよそういう化したショップになっちゃうかといってあのストイックなねそういうあのー キワイ、かっこいいようなもんばっかは、あ並べてたって、じゃあ売れなくて、結局、店が、あの、うまく経営まんなかったら終わりだし、ここのバランスね、このバランスがね、すごい難しいし、難しいけど、これが醍醐味でもあるわけですよ。セレクトショップ、セレクトするわけで。で、これがね、あの、編集力というものなんですよ。で、これ今、ブランドで言ったでしょ でブランドの編集力って言ったけど今度ねさらにこう細かいところにブレイクダウンするとブランドの中同じ例えばなんとかっていうブランドね何でもいいわギャルソンでもいいんだけどギャルソンっていうブランドがあったらギャルソンの中のブランドのそのシーズンの商品の中にもさまあとんがってるものもあればどっちかというと大衆向けだなっていう商品もあるわけですよ。全部ががとんっってるわけじゃないからさやっぱり ブランドによって、ね、まあそういうブランドもあるかもしれないけど。ってなるとブランドの中のじゃ商品の中でのバランスも考えるべきなんですよやっぱり。このシーズンのこのブランドの中ではいやこの商品、えー、コレクションでもすげえ目立ってて、えー、かっこいいなただめっちゃ高いし売れるかわかんねえと例えば秋冬だったらこのコートめっちゃかっこいいけど。 1>, 1着20万するぞと「いやこんなん売れんのかな」みたいなでもやりてえなとこのシーズンに象徴するようなアイテムだったら売れるか分かんねえけどやりてえなとじゃあそれやるとしますやるとしますとだったらもしここでこれが売れなくてこけたとしても大丈夫なくらい他のアイテムでねアイテムでまだこれ売れそうだなこれ売ればこっちもしこけたとしてもそれ補填できると売り上げで。 利益でっていうようなことも考えてオーダーしていくわけなんですよ。ね何をどれだけ取るか決めていくここはね非常に難しいんですけどもセレクションショップの,あのビジネスというかの一番肝核ですよねここがまあ一番大事ですよっていうのを最近ねすごく痛感してるわけなんですよここだよね だからね、ここがうまくできるようになったら多分そのうまくできるというか、まあ、編集力がついてねできるようになってきたら、まあ、すごい楽しいんだろうけどそれがないとなかなか行き詰まっていっちゃうのかなというふうなところですよ、まあ、特にこ、ね、っちもクソもないんですけども、うんまあ、最近ね僕がそう思ってるところです大事なところかなとセレクトショップのそんなね,あのね楽な仕事じゃないんですよ うん、ビジネスなんで,ああで好き勝手やって、えー、儲けられるようなほど甘くはないというお話です以上セレクションショップのお仕事でしたではまた